コンクリートレボルティオ超人幻想は、ボンズ制作によるオリジナルテレビアニメ。2015年10月より12月まで第1期が、2016年4月より6月まで第2期、コンクリートレボルティオ超人幻想、ザラストソングが放送された。公式サイトなどでは、コンデボの略称がよく用いられる。異能の力を使う超人たちが、それぞれの目的を持って行動し、 時に助け合い時に戦う世界を描く物語である。超人たちの力の源や特性は多岐にわたり、宇宙人に魔法使い、妖怪など幻想世界の住人や科学が生み出した力を持つものなど、あえて統一されていない。また、正義のために力を振るう、わかりやすいヒーローもいれば、人々に正体を明かさず闇に生きるもの一般的には、 悪と断罪されるヒール的な超人も多くおり、中には超人たちを多数従え、組織的に暗躍する集団もいる。本作品の世界観である、架空の言語進化は昭和をモチーフとしており、本作品に登場する人物、事物、事件などは昭和に実在したものと、その当時の漫画やテレビ番組などがモデルとなっている。原作者の愛川昇はこれらが何のオマージュに、 なっているか想像することも本作品を楽しむ要素の一つに挙げている。このような混然一体雑多な世界観を用いているのは、海側がシェアワールド系 SF 小説ワイルドカードを読んだ際にインスパイアを受け、現実に本における昭和時代後半の歴史をなぞらえた世界観で漫画や特撮にアニメなどで生み出されてきた星の数ほどいる。 ヒーローたちが全部同時に存在している物語を描きたいという思いから生まれ、長年構想していた超人幻想という作品を元にしているためである。本作の監督には、海側と過去に、ボンズや他のアニメ会社でよく組む UN o など経験を持つ水島聖司が起用されている。また、シェアワールドという設定を生かすため、脚本には海側のターゲストライターとして、 辻松崎、中島和樹、黒淵源が、キャラクター原案や SF 的なデザイン造形には、複数のクリエイターが関わっている。超人は、無くなるものを救うならば、超人を救う者は誰か彼らの名は、超人化現実世界とは異なる歴史をたどり、進化という言語を冠する時代の日本。過去に、大きな戦争を経験し国土は、怪人と化したが大きく復興。 戦後から24年が経過した現在、人々は高度成長期を謳歌していた。この時代、世界各地では、超人たちが自分たちの信念に基づき日々行動しており、社会に大いなる貢献をしている者も,も多いが、同時に大いなる脅威となりうる危険な者も,も、それらと同等にいた。日本政府は超人たちに、普通の人間たちが営む秩序を破壊されないよう、 超過人工審議研究所を設立。超人たちが道を踏み外す前に発見確保保護することにした。超人家と通称されるこの組織に所属する者たちはやはり多くが超人であるが一人だけ異能ではない人間もいた。その名は人吉次郎。彼は何を思い日々職務に勤しむのか。ここに 超人たちが繰り広げる共演が始まろうとしていた。物語の大まかな流れについては、年表の節を参照。本作では、人吉が超人化に所属していた時代と、人吉が超人化を離脱した後の時代という二つの時期で起こった出来事を適宜描いていく。本校では、それぞれの時期における行動を分けて記載する。しか明と仲間になる。 超人進化四十四年以降、超人化を抜けた次郎と行動を共にしていることが、劇中で確認できる超人たち。基本的な方針は近いものがあるのだが、単純に同志というわけではなく、時に理念の違いから対立、小競り合いをすることもある。次郎と敵対する、超人物語のキーとなる超人、次郎の生き方に重要な影響を与えたり、直接関わりはないが、 物語の主軸に重要な方向性を与えたり何らかの形で関わる人間ベースの超人たち。外国の超人、ジャングルオペレーション・エンフォーサーズ各エピソードの主役超人一部の超人は後のエピソードにも早くとして数回登場している。その他の超人、フューマーなど超人に準ずる能力を持つが実体を持たず何かに憑依している各種。 存在についてはこちらに記載。読みは、機械。この作品中において、第三者による操縦を要する人間サイズ以上の、マシーンは、このように故障される。超人に準ずる能力を持つが、自立意志を持っていないので、超人とは区別される。一部の木は人型に変形、合体する。進化の日時は、本編のほか公式サイトスペシャル進化年表も参照。 本放送前週には、地上波、BS 局のみ、直前特番、上坂すみれ中村エリコの25分でわかるコンレボクロニクル、を放送。このほか、ニコニコ生放送でも、第1期放送中、第2期放送前など、不定期に配信。コンクリートレボ、レディオは、2015年9月30日から2016年6月29日まで、オット・イズミにて配信された。 ウェブラジオ番組。パーソナリティは、星野照子役の上坂すみれと、風、老夫都市役の中村恵理子第14回まで毎週水曜日配信。第15回から第20回まで、各週水曜日配信。第21回から第33回まで、毎週水曜日配信。2015年10月26日発売。 ISBN 978から4から04から10千3670から九2 0 1 6年8月4日発売 ISBN 978から4から04から10九3934からに2 0 1 6年9月27日発売 ISBN 978から4から06から39万65 656から1コンクリートレボルティオ超人年想 ザラストソングに関するカテゴリー、ありがとうございます。